西海岸捜査ファイルグレースランドは2013年6月6日から2015年までアメリカの USA ネットワークで放送されているテレビドラマ。人気ドラマ、ホワイトカラーの脚本を務めるジェフイースティンがこのドラマの脚本を手掛け、主な出演者にはレミゼラブルやゴシップガールなどで活躍したアーロン・トベイトやプラダを着た悪魔などにも出演したダニエル・サンジャタなどがいる。 日本では D-Life で、シーズン1が2014年1月1日に先行放送され、本放送は1月10日から開始された。シーズン2はアメリカで2014年6月11日より放送開始。シーズン3は2015年6月25日より放送開始。FBI の養成所を主席で卒業した新人捜査官マイク・ウォーレンは、 本人の DC で働きたいという希望とは裏腹に、西海岸のビーチに立つシェアハウス、グレースランドへの赴任が決まる。グレースランドでは、若い男女が自由気ままにビーチでのスタイリッシュな生活を送っていた。しかし、実は彼らは FBI、DEA、税関などの腕利き捜査官。グレースランドは、3つの機関が、麻薬カルテルや武器密輸組織などに、 潜入捜査するための拠点であった。スリルあふれる潜入捜査。マイクがグレイズランドに送り込まれた真の理由とは制作総式、脚本、ジェフ・イースティン制作、20世紀フォックス2015年6月25日、放送開始。ありがとうございます。